はい、どうも、ジュリアスです。ハンティングシミュレーター2やっていきたいと思います。今回ですね、新たなモダンスポーツライフルを手に入れまして、レックテンフラットダークアースセラコーテかな？ちょっと読み方わかんないんですけど、レックテンの半自動操縦っていう カービン銃ぶっ放していこうかなっていう。口径はね、308ですね。270を捨てて308で。だいたい270と共通やったから、これで、借れるんじゃないかろうか。いや、カービンで借りとか。いや、熊とかな、前苦労したからな、なかなか臓器に当たらず。そういったものをね、解決するためにね、今回も、春木田君、うわ、お、霧。霧。まあ、しょうがない、行ってみようか。あ、霧用の装備って俺、そもそもなかったな。霧用の服がさ、ちょっと、雨っぽいのにしていこうか。霧用って微妙やな。寒いんかな、そこ。これはね、全天候対応してくる。雨でもいけるやつ。まあ、なんか寒かったらあれやから、こっちにしとこうか。よし。ということで、引き続き、春木田軍、霧の中やっていきましょう。ほう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 。ああ、結構暗いな。あ、でね、ちょっとね、ジャーマンシェパード、私ちょっと勘違いしてたんですけど、ジャーマンシェパードって小型犬専用の、小型犬専用っておかしいな。小動物専用の、どうもね、相棒だったらしくて、大型犬をね、こう見張ってくれるのは、こっちの、ビーグルやったっけ？ビートル？ビーグル？ ちょっと、あんまり、ハウンド。ああ、なんとかビーグルハウン、ビーグル。ラブラトールレトリバーとジャーマンシェパードポインター。ビーグルハウンドかな？これが大型犬の獲物を見つけて注意をそらすことに特化した犬って、ワンワン吠え出して、その場からちょっとね、茂みから出してくれるっていう犬ですね。ポインターは小型の動物の居場所を特定したら見るっていうけど、ここ小型の動物がまあほぼいないんで、まあ、キツネぐらいか。このね、私と信頼度がマックスなコード一緒にやっていこう。ていうかさ、このカービン銃にな、6倍スコープってやばくない？ もうすでに合ってないねんけど。よし。今回はこのね、下っ側を行ってみようか。こう。ここからスタートしよう。で、ただもうここにすでに何かがいるかもしれんねんな。わあ、霧見えないっすね。雨と基本的には一緒な感じやな。何かをまずは探すんや。乗ってから探した方がいいんか。この前はな、こっから熊を見下ろしながら撃ったからな。ああ、でも、キリン時はやっぱり、出る動物が変わってくんのかな。お。あんなところに、青って言うから、狼？狼こっちやな。来るか？こっちに。ひょっとして。狼キツネ？青んじゃないから、キツネか。いやー、でも、ワンちゃんを近づけたら吠えてまうから、逆にあかんねんな。140、厳しいな。小腸、え？ 190、あ、結構な移動してたな、今。あー、しかもメスやった。ダメや。ということで、この南の方へ向かおう。こっちやな。まあ、キツネは出るみたいですね。ん？オオカミ？どこにもキツネが出るんや、キツネが。あそこは何でも出るな。探すんやで。開けたところを行きたいから、
ああ、こういうところを目指してみようか。なんか上の高台っぽいもんな。平地になってるんちゃうか？私のモダンスポーツライフルが光るで。いたな。これはやれんって。近づいてきてもらおう。もうちょっと木陰で隠れて。見えんな。もう一歩前。もうちょい来てくれ。106m。いやー、こんなの捉えられん。走られたな。見えてないんだもんだって。こっちは見られたな。オオカミ？見失ったか。オオカミはこっちなんですよ。戻っておいで。いやー、霧の中狙うの大変これ。これなんや。ノロジカや、ノロジカ。ここに。狼たちがおるな。90メートルか。いつ見えてもおかしくないねんけどな。来たか。あ、いたいた。こっちメスか。オス。はい、ゲッツ。ちょっとね、ライフルはね、狼に使っちゃ弾が違うんですよ。ここで、お、狼。おいで。お、早い。見つけるんや、見つけるんや。オッケー、ナイス。分かってくれたな。よし、グッドアーク。わお、前からぶち抜きましたね。あれ、未生体。さっきのが母親やったんか。たまにはね、こう、FPS してもいいでしょう。で、ちょっとね、いろんなものが逃げたから、上の方へ行こうか。あれ、ヘラジカや。任せろ。私のモダンスポーツライフルが火を吹くぞ。え、でけえ。やべえ、でかい。行くぜ。よーい、ゲット。早い。ボトルアクションライフルとちょっとわけが違うよ、これ。何を見つけたんや？カービン銃やべえわ、これ。アカシカか。しかもさ、これ20発 リロードせずにいけるからめちゃくちゃ強い。まあいいや、おいで。
Who's a good doggy? この辺を探してごらん。何やあれ、木か。いやーこれはやべえな。レックテン。はい、グッジョーク。わお、でーけえもんこれ。すげえでかい。アメリカヘラジカ。ナイス。Who's a good dog? 違う、ここにアメリカヘラジカ。ここが開けたところか。Let's find. Let's find. やっぱ FPS 視点やとちょっと草が近く見えるな、こう。お、ヒグマ来た。やるぞ、モダンスポットライフルで。結構な移動速度やな。あ、そうでもないか。いや、190m いけるやろ。やれない、ちょっと舐めすぎてた。反動のせいもあって結構なブレ方やったな。おお、こんな小屋あるやん。ツリースタンド、ええなあこれ。おお、あそこにファストトラベルハウスまで。そうか、こういうところに尿マーカーを置いて誘い出すっていう感じなんかな。え、これは。オオカミと鹿がおったよな。160m か。いやでもこんなところで身構えてたら確実に、確実にあれやけど。バレる。せめてこのぐらい隠れなあかん。来てくれ、約70m。こっちの、こっちに隠れようか。ちょっとな、熊のようなミスを犯すわけにもいかんから。出てきたところをぶち抜こう。この隙間や。当たりそうや。もうちょっと来てくれや。2頭おるかな、ひょっとして。まだ見えませんな。89m。あ、やっぱ2頭おった。あ、191か、もう1頭は。ええー。これ見えてるうちに入らんぞ。あーあー、来てる来てる。オーケー。もう1頭はまあさすがに逃げるよな。
ノロジカでしたね。いやー、ライフルの強さよこれ。おお、ぶち抜いとる。成熟個体。ノロジカ自体がちっちゃいんかな。あれ、これ何やったっけ。あ、オオカミか。まあでも今の銃声でもう逃げちゃったから、こっちの辺行きましょう。オッケー、鹿がいる。鹿隠れるとこ確保。ここにもノロジカか。見えるかなこれ。見えないっすね。寄ってきてくんなせ。いや、左にはバレた。お？ちょっと視線が悪い。いやー、いったー、これぞスポーツライフル。いや、臓器いったからもう大丈夫でしょ。大陸狼か。あ、やっぱ目が合ってからもな、逃げるのにちょっと時間かかってたからな。これこれこれ追ってくれ。そんな重要な臓器じゃなかったんかな。結構逃げてるっぽい。木があるからな、こういうのもな、鹿に見えんねんな。ああ、手前におって。これを越えられずか。ノロジカやっぱちょっと小さいんやな。Who's a good dog? Good dog guy. おおおおお、鹿がおるぞ。おお、結構いるじゃない。あれはあれは何鹿ですか。赤鹿、ひょっとして赤鹿か。赤鹿3匹3頭 130m。 呼び寄せる。左から回る。すごいな。いや、走ったらあかんな、もうこれ以上。待ち構えんのが良さそうやけど、視線、車線がと、確保できへん。もうちょい後ろに引いて、引いてから来させよ。仲間やぞ、仲間。おいで。この直線で、射抜こう。いや、そこ、え、ちょっと近いな。もうちょい隠れたい。これで身を隠そう。あれ、どこや。場所が分からなかった。いや、近すぎてバレた。ゲットー。ナイス。
すげえわ、このライフル。半端ねえ。この辺探して。これこれ。もう弾切れの心配をしなくていいからな。強いよな。あれは。あれは日本鹿か。ここは、あ、どっちかわからん、これ。点々が、背中に点々、首元にある方が、ダマジか。ああ、そういうあれなんか。なあ、日本鹿っぽい。あれは臓器当てたからな、ちょっと。といて。これはもう見える範囲やな。ダマジかや。見えないぞ。木の影。これもう一丁やな。来てくれ。65m、多分1頭逃げた。いた。OK。ここに、ダマジか。間違えた。あれ、さっき臓器あったのに逃げてねえな。ちょっとステイや。ワンちゃん、そこにステイ。ごめんよ、ワンちゃん。さっきのでいいんだ。さっきの追ってくれ。この辺か？え、これ？バカシか。もう一丁そっち？ああ、そうそう、これこれ。いや、臓器当てて、あ、めっちゃ逃げてる。こんなところまで。すげえ逃げてんな。おお、まだまだいるじゃない。さっき逃げた2頭やな。どこで車線確保しよう。ちょっと待って、ライセンスあんのか。赤しかダメや。赤しかもうライセンス1頭でいっぱいです。赤鹿は無視して行こう。逃がすんや今回は。ちょっと配信してない時にね、撮ったやつでライセンスが今回1しかなかったんで、全部ねライセンスを使い切らないと買えないんですよ、新たなライセンスが。ということでね、今回はこのもう買っちゃった1頭だけですね。結局こうハンティングして持ち帰らないとライセンス違反になってしまうのでダメなんですよ。ほら、見つけたやろ、見つけたやろ。その先や、その先や。でも血痕がないけど、あ、あったあった。ナイスー。赤しかよくやった。よし、今回はいろいろ買ったし戻りましょうか。ん？そんなとこにいるんですか？日本鹿かダマ鹿か、どっちだ？カミキツネ？どっちかもわからん。70m。ああ、
明石か。もうライセンスが残ってないや。こんなとこに明石か出るんすな。で、でや、鹿以外には狼たちはいなかったのかな。鹿が寄ってきすぎや。いいか、終わりにしよう。回収、大陸狼ですね。前回の方がだいぶでかかってんやな。売りますと。アメリカヘラジカはとりあえず残しますと。ノロジカも初めてか。 8.8 キロってめっちゃちっちゃいな。ノロジカ、おーいと、お、え、82センチで 8.8 キロ、90センチで22キロで、どえらい違いじゃない。ダマジカ、ダマジカ1頭か、残す。アカシカは、あ、前回でかかったよな。よーし、オッケー。クマだけな。うちぞ、おお、でーけー。でーけー、アメリカヘラジカ。470キロやもんな。3.3 メーターで。ははは。とも、おー、アカシカですね。あ、これでも前取ったやつか。え、ちっちゃ。ノロジカちっちゃ。そうか、22キロやもんな。で、これが、ダマジカか。ほう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 。いやー、なかなかコレクションも揃ってきましたね。あとは、小動物いかなあかんかな。はい。ということでね、今回はね、このグッドでかいヘラジカちゃんをね、手に入れましたと。いうことで、また次回お会いしましょう。それではまたー。